港湾海運は韓国の海運会社である。本社はソウル市。旅重なる日本領海外での日本船舶との衝突事故を起こしている。日韓航路で最初にフルコンテナ船を導入した韓国の海運会社で、かつては主に日本の地方重要港湾と不山港を結ぶ日韓定期コンテナ航路を開設し、トランシップサービスで世界各地の中国、東南アジア、 北米、欧州などの港を結んでいた。2019年に行われた業界再編により、採算性の低いコンテナ部門を高アラインとして分離し、同業の長金商船北海道東北関東中部、近畿中国四国九州、シッピングガゼットニュースフングへと再度行が、コンテナ事業統合で基本合意。 www.japanpress.co.jp2021 年5月29日閲覧積み出す船も貨物もない新型コロナ拡大で危機を迎えた輸出企業イコール韓国中央日報韓国の最新ニュースを日本語でサービスします中央日報2021年5月7日閲覧ありがとうございます